ボップフィンゲンは、ドイツビュルテンベルク州シュトゥットガルト行政管区の、オストアルプ郡最東部の市である。ボップフィンゲンは、ヘルツフェルトの北端、ネルトリンガーリースの北端にあたるエガー川側の谷に、一致している。ボップフィンゲンは、ジオパークリースの領域にある。市の北部に668メートルのイ一部山がある。フロッホベルクの遺構があるシュロスベルクは、市の南に位置する。 この他の山としては、ザントベルクやシュロス・バルデルンがある。本市は、北は、ウンターシュナイトハイム、北東は、キルヒハイム・アムリース、東はリースビュルク及び、バイエルン州のトシネルトリンゲン、南は、ネイレスハイム、西はラウフハイム及び、群長所在地アーレンと境を、接している。ボップフィンゲン市は、主有のボップフィンゲンの他に、かつて独立した町村であったアウフハウゼン、 アルデルン、フロッホベルク、ケルキンゲン、オーバードルフアムイブフ、シュロスベルク、トロホテルフィンゲン、ウンターリフフィンゲン及びこれらに付属する32の村落、小集落、農場、住宅群を含む人口の半分以上が中核支部以外の地区に住んでいる州統計局の2015年現在のデータによる一部フには青銅器時代後期から 鉄器時代初期の防衛施設の遺構がある。2004年に発掘されたオスターホルツ近郊ブークフェルトの聖域のような新しい出土品は一フがホイネブルクやモンラススと同様にケルト時代の領主の居所が置かれていたことを示している。ローマ時代には現在のオーバードルフにローマのオーバードルフ城があった。オピエは一フに対する戦士時代の名称であると考えられる。 考古学調査はまた、ローマ時代、現在のバルデルン地区に、レンガ工場があったことを示唆している。この集落自体は、500年頃に建設された、アレマン人の入植地に由来し、1153年に、市に昇格した。ボプフィンゲンの死壁の移行、1188年に、バーゲス・ビブフィンゲンという名称が、皇帝フリードリヒ一世バルバロッサとカスティーリャを、アルフォンソ八世が、 フリードリヒの息子コンダートとアルフォンスの娘ベレンガリアの結婚について合意した協定に記述されている。ボップフィンゲンはシュタウフェンケの他の29の所領と共にモルゲンガーベとして花嫁に送られるとされている。実際にはこの結婚は行われなかった。1241年、ボップフィンゲンは帝国都市となった。1488年に 死は、シュバーベン同盟に加盟した。1802年に、ボブフィンゲンは、帝国直轄権を失いバイエルン領となり、1810年に、最終的に、ビュルテンベルク領となった。ここでは、はじめオーバーアームトネーレスハイムに属したが、1938年に、アーレン軍に、1973年に、アーレン軍廃止後は新たに創設された、オストアルプ軍に編入された。 1938年の水晶の夜では SA 隊員がランゲ通り15番地のシナゴーグに放火したが勇敢な隣人たちによって消し止められた。ユダヤ系住民が追放、逮捕された後、シナゴーグは体育館として利用され、その後は戦争捕虜収容所、1950年からはカトリック教会、さらにその後は倉庫として利用された。 カルクシュタイン通りのユダヤ人墓地には、ホロコーストの犠牲者の名前を刻んだ記念碑が建てられている。また、アウフハウゼンにもユダヤ人墓地がある。ここでは、最後の埋蔵は1940年になされ、363期の破壊死が残っている。かつて自由帝国都市であったボップフィンゲンは、純粋に福音主義の町であった。市長と市議会は、 1577年のルター派の和教信条に署名した。19世紀から20世紀の移住者の流入や、主にカトリックだった周辺地区との合併の結果、現在のボープフィンゲン市ではカトリックが優勢である。本市には、オストアルプ主席市債区に属す7つのカトリック教会、3つの福音主義教会及び新首都派教会、エホバの承認、 自由福音主義協会が、それぞれ一団体ずつある。本市は、キルヒハイム・アムリース及び、リースビュルクを含むボ、ボプフィンゲン市行政共同体の本部所在地である。ボップフィンゲン市庁舎2006年2月から、グンター・ビューラーがボ、ボプフィンゲン市の市長を務めており、2013年11月10日の、選挙で再選された。ビューラーは、経済地理学者で、それまでは、 バイエルン州の構造的経済政治部門に勤めていた。ボプフィンゲン氏の市議会は26議席からなる。市議会議員の任期は5年間である。ズ柄、ガラ、金字に黒い帝国和紙。和紙に被せられた小立は赤字と青字に左右に分割され、中央に金の留め金が描かれている。最も古い印象は1279年のもので、帝国和紙だけが描かれていた。 留め金が描かれた左右に分割の盾は、深図形として1552年に初めて現れる。17世紀以降は、わしの胸盾として描かれるようになった。紋章は、1955年に、最終的に現在の形と配色に固定された。ボップフィンゲンの死の色は、赤から青である。これらの都市は三者姉妹協定を結んでいる。アウフハウゼン、ボップフィンゲン。 トロホテルフィンゲンにはリース鉄道の列車が停車する。連邦道 B29 号線がボプフィンゲンと全国の道路網を結んでいる。ボップフィンゲンはシュベービッシェアルプ自転車道に面している。この自転車道はボーデン湖からネルトリンゲンまでシュベービッシェアルプを越えて行く。ボップフィンゲンアウフハウゼンに本社を置くラーデンブルガー GMBH 社は バーデンビュルテンベルク州で2番目に大きな木工場を辞任している。家具販売業者、マーラー家具の本社は、ボブフィンゲンにあった。オストアルプイコールギムナジウム、実家学校、作業実家学校を含む、本家庭学校、3校の基礎家庭学校により、ボブフィンゲンは、通常の学校システムを1揃え有している。この他に学習障害者のためのシュタウファー修例もある。 さらに、ボップフィンゲン私立音楽学校もある。ローマイコールカトリック教会が運営する、幼稚園が6園、福音主義教会が運営する、幼稚園が2園、私立幼稚園が5園ある。ボップフィンゲンのローカル新聞は、エルバンゲンとアーレンに本社を置く、イップフーンとヤクストイコールザイトゥング、アーレナーナハリヒテン及びアーレンに本社を置く、シュベービッシェポストがある。ボプフィンゲンは、 多くの見どころを持つ遊歩道、シュベイビシェアルプノルトラントベーク沿いに位置している。セブラジウス教会の有翼祭壇ゼールハウス、シュタウフェンの石柱の建設2014年10月10日、セブラジウス市教会とホルダーパファルガスセとの間に、新しく広場が作られた際に、シュタウフェンの石柱が設けられた。これは、シュタウフェン時代に、 ボブフィンゲンが果たした役割とフロフホベルクの戦いを記念したものである。イップフメッセは年に一度開催される世俗祭で、その始まりは1811年にまで遡る。この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。